きチャンネル。じゃ。こんにちは。さて、今日は、何の話をしますか。今日もうキャンプしたじゃないですか。キャンプインしたじゃないですか。はい、しました。キャンプインして、やっぱり気になるのは、はい、こう僕がね、個人的に気になるのは、はい、各球団、じゃあ12球団、この選手、どんな起用法をするんやろうっていう。起用法が気になるっていう。はい。まあもうレギュラーが確定してる選手とかっていうのは、まあここだろうって思うじゃないですか。でもそこが決まってなくてどこで使うんだろうと思う選手とかですか。そうそうそう。どういうふうにするんやろうとか、どういうふうな育て方、どういうふうな使い方するんやろうっていうのが気になるっていうのを各球団ちょっと。僕のね、はい、個人的な気になる。それは、新しい新人の選手もありき、そうそうそう、ベテランもありき。ありき、外国人もありき。だからそれを気にしながら、はい、キャンプ見に行って、うん、どんな練習してんのかなとか話聞いたりしながら、はい、で、オープン戦で仮説立てて、シーズンを見ていくっていうのが僕の作業でもあるんで。なるほど。まずそこ考えるわけですね。そう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 。はい、だから自分、まず興味ですね、はい。興味をまず持って見に行って。うん、だそういうのもね、まあ、そのファンの人、はい、見に行くのに参考にしてほしいなと思うのもあるし、まあ、自分たちの気になるも見に行ってもいいし、はい、でまあ、僕の意見を、あ、確かにそれ気になるって思う人はね、うん、そういうの見ていくと、ただボケーっと見てるだけじゃなくて、うん、面白いかもわかんないです、ね。あ、確かに一つなんか見るポイントを教えてくださればすごく見やすくなりますからね。でしょ、はい、それとね、今日持ってきました、これ、はい、プロ野球界にある水戸黄門の印籠です。NPB のパスですよ、はい、これあるとどこの球場でも入れるんですよ。はい、12球団しかもキャンプ、はい、どこ行ってもこれで入ります。これで私はこれが発行してもらえなかった持ってなかったんですか。私はもう1年間のイーグルスのパスしかもらえなくて、で他の球場に取材に行くときは必ずもう申請を出さないといけないんですよ。ワンデーパス、ワンデーパス、そうワンデーパス1もらってやってました。だこれがだからプロ野球解説者評論家にとっては、はい、これがもらえるかどうかが大きなまずレベルの違いになるんですよ。そうですね。でこれを持ってなかった場合、うん、キャンプ12球団行くのもう大変です、うん、もう事前に申請出したりとか、はい、いきなり行っても、まあ、球団によっては入れてくれるとこありますけど、はい、本当にもう何の要件できたのかとか、うん、っていうのを事細かく書いて申請して、うん、やっとワンデーパスがもらえたりとか、うん、あとこれ持ってると、はい、あの関係者駐車場にノンストップで入れます。へえ、そうなんだ、はい、駐車場も使えるんですね。はい、関係者の。へえ、だからこうやって車でキャンプ地図で、はい、へえいやこれ発行するのってあのただじゃないんですよね。実績とかがあってもちょっとお金かかるわけですよ。そうなんですか。あ、そうですよ、そうです。これはもう所属してないともらえないんですよ。はい、あ、そう、どっかに所属してないともらえないです、はい、はい、だから僕は今日本放送と日刊スポーツに所属してるんですけど、はい、まあそれで、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、日本放送に、まあ、1年目から日本放送に取ってもらってたんで、はい、で、まあ、あの、その、社側も、うん、まあ、作業が面倒いじゃないですか。はい。だから出してもらえるんだったら出してくれる方に頼んであるね、みたいな。だからいつも日本放送で出してもらってるんですけど。日本放送なので、佐藤さんの申請分お金を払ってるわけなんですよ。お金いるんですか？お、いるんですよ。で、私がいた東北放送も、あの、スポーツアナウンサーの分出してるんですけど、うん、お金が結構かかるので、うん、数にやっぱ限りがあって、うん、私はもうスポーツだけのアナウンサーじゃなかったんで、出してもらいます。お金いるんや、うん。聞いてこよう、いくらいるか。はい。聞いてください。私そこまで知らないので。はい、これは、うん、シーズン中もこれ持ってなかったら、東京ドームとか、はい、あの横浜スタジアムとか、はい、神宮も入れないですから。いや、そうですよ。いちいち申請して、ワンデーパスもらわないといけない。球団候補を呼んで、はいはい、ワンデーパスもらって、うん、東京ドームとかだったら写真も撮るですからね。ワンデーパス用の、こうやって撮って、はい。厳しいですね。で、ね、すぐあのネットでそのコピーして、はい、それ貼って、入っていったりとか、はい。めちゃくちゃ時間かかるんですよ。はい、これだったら。いいなぁ、いいなぁ。来ました。2020年バージョン。あ、もう2020になってるんだ。はい、そうか、じゃあキャンプから使うってことですね。そうそうそう。はい、で、キャンプ、じゃあ見に行くために、はい、起用法を考えると。そう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 。あ、はい。で、まあ、起用法を考えていくんですけど、はい、じゃあまずセリーグね。はい。あの、じゃあ巨人。巨人、はい。まあ、巨人は僕が気になるのはね、はい、若林ですね。ああ、去年すごい頑張ってた。はい、去年ね、一時ブレイクしましたけど、はい、ちょっと長続きはしなかったですけど、はい、あの若林打ったら勝つみたいな、はい、あの時の若林の活躍も、やっぱりジャイアンツ優勝に向けてはかなり大きかったと思うんですよね。はい、で、スイッチヒッターで、パンチ力もあるし、うん、足もあるし、はい、で、まあ吉川がね、セカンドで怪我して、セカンドとかで出てましたけど、うん、
で今年セカンドが激戦じゃないですか、はいはいはい、ジャイアンツも、ええね、吉川も帰ってくるし若林もいたりとか、うん、田中俊太とかもいるし、はい、ってなった時に、うん、そのセカンドなのか、はい、外野行くんか、うん、どうすんやろなって気になるっていう。ああなるほど。で外野も、まあ、丸はね、はい、絶対的ですよね、はい、陽と亀井が、はい、まあでも全試合は多分難しいですよね、うんうん、ゲレーロとかいなくなったんで、はい、まあ、外国人も取りましたけど、はい、でそこでまあ外国人はどうハマるかこれから見ていかなきゃいけないから、うん、まあ、基本的にはどの球団もその今年新外国人はあんまり頭に入れてないですけど、うん、若林をどうするんだよって、はい、ひょっとしたら若林サードとかもあんのかなっていうね。で岡本ファーストで、ファーストも安倍晋之助いなくなったんで、はい、まあ、外国人が入るかも分かんないですけど、はい、そういったところの岡本選手がサードだったんでしたっけ。そう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 、あ、そうかそうか、そしたらファーストに、ファーストで岡本はファースト、サード、外野もできるんで、はい、その若林をどういう守備位置とかどうするんやろなっていうのが、うん、なんか面白そうやなっていう。背番号も37になってね、はい、佐藤さん的にはでもレギュラーでは出るだろうっていう見込み、いや多分出ないと思う。レギュラーで出るんだったらセカンドから動かせなくてもいいと思うんだ。あ、そっかそっか。そうそう、でまだ確約はされてないから、そうそう、で去年もやっぱりその長続きしなかったから、はい、その活躍にね、はい、だからそこが、まあ、まずセカンドのレギュラー争い、うん、プラスそれに負けた人たちがどうコンバートしていくのかっていう、うん、だってまあ要は試合に出れれば、まあ、正直どこでもいいじゃんね、守備位置なんて。だって内野手で登録されてても外野やってる人もいますし、うんうん、キャッチャーで外野に行く人もいますしね、うんうん、やっぱ出るのが絶対条件だから、はい、そう考えた時に、いや若林どう思うんだよな。え、これっていうのはキャンプで何見てれば分かるんですか。ノックとか入るよ、はい、とかグローブとか2つ持ってたりするし、はい、外野と内野とか、うんうん、でノックとかその連携とかで外野のノックも入るけど内野も入ったりとかするから、はい、そういうのを見ながら、あ、外野外野も行くのかなみたいなね。あー、なるほど。吉川とかも外野とか行ったりするのかなみたいなね。そこら辺そのセカンドの人たちが気になる、はい、吉川も含めて若林紅白戦とかのポジションとかでもちょっと、うん、気になるんですね。聞かれてきますよね、うん、あー、なるほど。途中までセカンドだったけど途中からサードもやってるとか、はい、途中から外野も行ったとか、うんうん、っていうのもまあまあ面白そうですよ、ね、あー、じゃあ巨人は若林選手がどう使われるのか、そう気になるですね、はい、あとあそこ若林はもっとガーン来たら足も使えるし、はい、足ジャイアンツとしては周りは良くなると思うんですよね、打順のね、はい、だからそこは気になるです、はい、じゃあ続いてどこ行きましょう。次じゃあヤクルト、はい、まあ、島どうやって使うかなと思って、うーん、島選手、うんうん、キャッチャーに来て、うん、はい、まあ、そのレギュラーは中村やと思うんですよね、はい、で、うん、これもう一回見返してほしいんですけど、はい、あの今年気になる若手選手っていうので、はい、ヤクルトは松本キャッチャーを言ったんですけど、はいはいはい、僕はまあ松本も使ってほしいですよね、うん、で、まあ、西田が代打とかでいつもいて、まあ、3人いたりするんですよね、はい、ヤクルトは、でそこで島が入ってきた時に、うん、1軍にいるのか、うん、いた場合どういう使われ方するのかっていうのは気になるっていう、もしくは2軍で高知県人みたいな、どういう感じで取ったんでしょうね島選手を。でも必要だから取ったわけじゃないですか、うん、だからまあ超客観的に考えると、はい、まあ、ピッチャーが、うん、まあ、悪いじゃんね、はい、はっきり言うとまあ去年からずっとね、うん、言ってますもんね、うんうん、ってなった時に、うん、はい、その島の経験をもとに、うん、その投手陣立て直しの一打を狙ってもらう、うん、か、はい、中村の次が松本西田っていうところも、まあ、まだ頼りないから、うんうん、そのバックアップとして取ったっていうのが客観的に思うところです、はい、まあ、大体その1軍って2人3人キャッチャーいて、うん、で、まあ、同じ人が全部140何試合出ることはないじゃないですか、うんうんうん、そのためにっていうセカンドキャッチャー的な方もすごい大事じゃないですか、うんうん、やっぱそこですかね。でもそうなると松本も育てられなくなるし、で代打陣どうしましょうかっていうのもあるし、うん、はい、どうするんやろなっていう。成功賞にはなんないですか。なんない。そうですか。もうなんないと思う。でもまだまだできますよ。まだ若いですよ。できるのは誰でもできるからね。はい、あ、そうか。で、あと年齢とか関係ないからね。若いとかおっさんとか。あ、そうなんですか。能力だって若くても能力がここだったら使えないし、はい、超ベテランでも能力がここだったら使えるから、はい、年齢とか関係ない。あ、そうなんですね。だって能力がアナウンサー関係ありますよ。年齢と能力。能力がめっちゃないけど若いって言っても、はい、まあ、最初は インパクトだけで使われるけど長続きしないとよね。あ、まあそうですね、まあ、実力はないといけないですよね。ベテランでめっちゃ能力あるって言ったら、はい、ずっと使ってくれると、はい、所詮能力でしょ、年とか全く関係ないよ、まあまあまあ、まあそうですよね。気にしたことないでしょ俺。しかも島が何歳か知らんし38
34ぐらいかな。でしょ、はい、そんなもんでしょ、はい、ぐらいっていう。はい。俺もぐらいは知ってるけど、ね、はい、正確には知らないもんね。あれ何歳だったかな。それなら声出たらスピーンって、はい、はい、っ違ったらどうしよう。この年齢です。35位だったかな。だかその芝のなんか起用法とか使い方は気になるですね、はい、そこら辺は、私もでもそこは気になります、ね、はい、じゃあ次は、はい、じゃあ中日。中日、はい、中日はね、うん、福田、うんうんうん、はい、が起用法が気になるっていう、はい、どう使うんやろうっていう。だからまあ、今年、あ、去年か、はい、去年ホームラン17、8本ぐらい確か、うん、結構打ってますね。打ってんですよ、うん、まあ高橋周平が去年怪我したりとか、はい、ポジションも、まあ、ファースト守ったりとか、105試合入れて打率2割8分7厘のホームラン18本ってんですよ、はい、ってなった時にやっぱり使いたいですよね、うん、すごいいい成績ですよ。そうそうそう、はい、でまあ31試合ファースト守って、うん、で外野がやっぱ62試合だから、うん、まあ、外野が多いんだよね、はい、でアルモンテが去年あんまりだったから、はい、でそのアルモンテも今年復活してくるし、うんうん、開幕間に合う可能性高まる、ね、外野手だからそこをもうもしだってもうセンター大島ライト平田は多分決まってると思うのね、はい、アルモンテが去年49試合しか出てないから、うんうん、でも打率は3割超えで結構残してるし、多分普通に行ったら使おうと思うのね、うん、はい、アルモンテ、大島、平田、うん、こう万全だったのね、はいはい、で高橋周平、京田、阿部、ビシエドやと思うんですよ、はい、でも普段使いたいじゃんね。結構ホームランだって十何本打てるってのは結構魅力ですよ。しかも名古屋ドームで、はい、こう本拠地でその18本は、うん、はい、めちゃくちゃ今のチームにとっては、うん、大きいと思うんですよ、はい、日本人で、はい、でもどうすんのやろなって。穴があるとしたらどこですか。ないいや、でも俺は、はい、今年中に強いと思うのね。言ってますよね、ずっと言ってるじゃん、ね、はい、ってなった時に、うん、それやっぱ万全になってきてるもんね、はいはい、野手陣は、うん、もうさらに高橋周平もそう、セカンド阿部もいい、他なんて強打も守備もいいし、うん、ビシエド来て、大島、平田もして、うん、まあ、唯一キャッチャーだけが打線においてはあれだけど、はい、ひょっとしたら伊藤さんは新人が好きなのね、はい、まあ、伊藤さんヘッドコーチだけど、はい、新人を開幕戦に使うのが好きだから、うん、ひょっとしたら慶応の軍事をいきなり使うっていう、はい、ウルトラシーがだって住みたりとかもそうだし、はい、井上誠也とかも、はい、やっぱ使うの好きなのね、そのキャッチーだ、はい、だからまあそ今は監督じゃないから、うん、まあ、分かんないけど、はい、そういうのもひょっとしたら言えるなっていうのもあるし、へ、その福田どうすんのやろうなっていう、まあ、ただセ・リーグってそのピッチャーの代打があるわけじゃないですか。でも代打に18本置いてももったいなくない。いや、まあ、もったいない、確かにもったいないっちゃもったいないでも他も行くのぐらいどうすんのやろなっていうのがめっちゃ気になるっていう、まあ、でも贅沢な悩みですね。そうそうそう、だからこうやっぱり、うん、やっぱ強いって思っちゃうんだよね。あー、なるほど、うん、なんかその微妙に、あ、この選手でここいいかなみたいな選手がいないってことですよね、うん、だからまあ言えばアルモンテが開幕間に合うかどうかっていうところで、うん、だからそこの間に合うのでも、まあ、福田入れるからねちょっと安心感はあるんですよね、はいはい、でもアルモンテがこうなって、おお、どうするのかな、はい、ね、あ、いや楽しみですね、うんうん、だからそこら辺を、はい、どう使うのかっていう、それか誰かを引っ込めるのかっていう、はい、もう勇気を持って誰かを引っ込める、だから、うん、誰なんだ、そしたら高橋周平をセカンド回し、阿部引っ込める、でも阿部もいいしなみたいな、だって昨日、はい、去年規定打席に到達して確か打率10位だと思うんだよ、はい、セ・リーグで、はい、え、それ外すもあれやしな、うん、まあ、でもみたいな、でもあれですよ、その、まあ、こんなことは言いたくないですけど、うんうん、もうそのレギュラーメンバー全員が全員絶好調なことってないじゃないですか、うん、でもやっぱある程度我慢したいじゃん。まあそうですね、最初はある程度打たなくても見てたい、うんうん、我慢するじゃん、でもここにもいるしみたいな、だからどうやって使って誰を引っ込めるのか気になるっす、ね、はい、ああ、采配難しいですね、うん、だから面白そうでしょ、面白そうですね、うん、部外者だから好きかって言えるけど、はい、当事者になったらいやめっちゃ難しいと思うんですよ、うーんってなりますね、もう誰使おうかみたいな、まあ贅沢な悩みだけどね、はい、でもそういうチームっていうのなんですよ、はい、あと中日がこれもしうまくいったら、はい、交流戦も強いかも分かんない、DH に入れるから、はい、打つやつを、そっか、戦力がやっぱ余ってるチームっていうのは、うん、交流戦入ってくるとグッていく可能性あるから、はい、おお、いいですね、でも中日なんかいいイメージしか今のところわかんけど、まあでもキャンプオープン戦見てまだね、じゃあそこもキャンプ中に注目していこう、そうですね、じゃあ次阪神、はい、阪神は原口だね、あー原口ですよ、まあね、はいはい、ガンから復活して、うんうん、去年もいいところで打ったりとか、はい、オールスターに選ばれたりとかして、うん、なった時に、まあ、もうちょっと前、2、3年前ぐらいは、うん、いや原口キャッチャー1本で勝負した方がいいって言ってたけど、
もう梅野も一本立ちしてるし、今もうザ・正捕手って感じになってますからね、なった時に完全コンバートしようかっていう、の方がいいんちゃうかなっていう、なんかまあ代打の神様にしとくのはもったいないっていうか、今のタイガース打線考えると、やっぱ原口打線の中いた方がいいんちゃうかっていうのがあって、登録を変えちゃうってことですか？いや登録は別、登録なんてどうでもいいから正直。まあまあまあ、でもなんか気持ち的に変わりそうじゃないですか。あでもまあキャッチャーもやっといた方が万が一の第三捕手みたいな感じで、何かあった時のための最後にキャッチャーいけるっていうのもあった方が絶対いいから。たまにキャッチャーいなくなりますからね。だからファースト、でもマルテと大山もいるしね、外野はきついよな。外野がきついってなんできついんですか？イメージ的に。イメージ、そのイメージはなんでですか？いやなんかそんなガンガンなんかスピーディーに行くイメージないし、ね、でも内野ができたら外野ってできるもんじゃないんですか？それまた違うんですか？やっぱできると思うけど、でもなんかそんな負担を強いらしてバッティングに影響してもあれやから、ファーストとか、勝負、まあ、外野、まあ、レフト、練習しようかっていうのも勝手に思うけど、どうするんやろなって、まあ、使ってもいいんちゃうかっていう、まあ、そういうところをキャンプで見ていくわけですね。したら、やっぱせえへんのやなっていうのもあるし。あ、違ったかみたいな。そう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 。俺はそうの方がいいけど、まあチーム的にはそうなんやなっていうのもあるし。別にそれは俺は勝手に言ってるだけだから。確かにね。気になってる気を持ってるから、ね。そう、今まで言ってることは俺が勝手に言ってるだけだから。仮説、ただの仮説ですね。そうそう。解説者評論家としての一意見、個人的な見解です。球団はもう、もう原口選手はここだって、こういう使い方を決めてるもん。そうそう、代打の一番手っていうのもある。まあ、それはそれでいいけど、いや、それもいいんちゃうかっていうね、個人的な見解です。はい。そうですね。仮説でも立てていくと、キャンプ面白そうですね。面白いじゃないですか。まあ、それはそれでね、あの、チームの方針はそうなんだっていうのが分かればいいし。次どこだ？広島っす。広島、はい。広島はやっぱりね、小園っすね。小園、やっぱ1年間でめちゃくちゃ体でかくなったんですよね、見るからに。やっぱあの、鈴木誠也、とトレーニングしたりとか、こうメニューやれとか、こういう練習しようっていうのをすごい言ってくれてるらしくて、だからそれを忠実に真面目にやってるらしくて、めっちゃ体でかくなったっていうのもあるし、で去年はまあ田中康介がね、まあ不調っていうのもあったり、怪我もあってポジションあったんですけど、で菊池がね、あのメジャー移籍しなかったんで、で複数年広島とも住んだんで、まあセカンド菊池は万全ですよね。で、田中康介、小園どうしますかみたいな、そこが気になるっすね、小園。なんか小園くんって言いたくなっちゃうんですけど、小園選手、なんかもっとグーッと出てきてほしいって、やっぱファンもちょっと思ってると思うんですよね。もうそうなんですけど、いやもう、あんだけチーム引っ張っていた田中康介も諦めるのは、いや、そうですね。ね、もう怪我の影響もあったし、どうすんのやろっていう。さあ、田中康介、サード行くかな、でも、阿部ちゃんいるしな、みたいな。阿部ファーストかな。外国人もいるし、どうすんねやろなみたいな。広島もやっぱりもうそんなもん穴がないですか？穴がないっていうか、やっぱ小園使いたいでしょっていう、いや小園を使ったからって絶対的に何かが得られる、まだ何もないですけど、でも育てたいみたいな、育てたいでしょってなった時にどうすんねやろなっていう、あそっか、どういう起用法をするのか、その小園をどっか回すのか、田中康介回すのか、もしくはどっちが使えへんのか。でもなんか使わないのがもったいないと思っちゃいますね。でも田中康介だよ、去年はダメだったけどっていう怪我もあって、それを最初から田中ですよ、そしたらもう、キックしかいなくなるからね、丸もいないからあのゴールデンコンビ、コンビじゃないな、トリプルだからね。そうですね、まあトリプルで言ったらやっぱり立花、正雄、和雄、慈瞳くんやな、やっぱりこのトリプルのスカイラブツインシュート、やっぱこれに匹敵するね、やっぱり。分からんの？何ですかそれは？それキャプツバ？そうだよ。立花兄弟と児童くんの、知らんの？知らないですよ。この児童くんの足に立花兄弟が両方乗って、児童くんの足ドーン飛ばして、立花兄弟飛んでいってセンターリングとかこぼれてきたやつを二人でツインシュートして、あの児童くんの足の上に乗って飛ばされるってどういうことですか？いやだから児童君はこうやって寝て、滑ってこう行くのね、でここにへえ、サッカー好きなんですね。まあ、キャプテン翼が好きっていう。ああなるほど。俺小学校の時初めて買った漫画がキャプテン翼と筋肉マンだから、へそれをコミックで買って野球してるから、サッカーに行かないで。あそうなんですね、そのトリプルぐらいの力あるね。いやただ決まる、そうですよね
で丸が抜けちゃったから、そうそうそう、聞くだけになっちゃいますよ、そうすると。やっぱ田中くんはの、うん、どうすだからそこ気になるやん。いやそうなったら、うん、小園くんどうしたらいいんだ、うん、そうそうそう、だからそこら辺をキャンプオープン戦と楽しみで注目したいなっていう、うん、そうですね。いや楽しみです ね、うん、キャンプの見方ちょっと変わってきますね。変わってくるでしょ。はい、どこの練習してるかなっていうのとか、うん、まだ全部言ってないんですよチーム。あれあとどこでしたっけ。 DNA です。あ、いや、ちょっとやばい、締めてました今。まだ言ってないですよ。 DNA さんに怒られる。だってもう今17分経ってるから。まだ全チーム言ってないですよ。はい、 DNA 行きましょう。 DNA はね、まあ、気になるのはやっぱりね、あ、森くんだね、ドラフト1位、はい、おー、だね、ドラフト1位の、はいはい、その若手の気になるで伊藤とか言いましたけど、うん、まあ、そこも気になるですけど、うん、まあ、同じこと言っても仕方ないんで、はい、このドラフト1の森くんがなんかメジャーから名手のコーチ呼んで守備の指導させたりとかっていうところもあるし、うん、はい、だからまあ1軍来る来ないも気になるけど、うん、2軍でも多分どれぐらい試合出して、うん、どういうふうなことをやっていくのかは気になるっす、はい、そう、気を、その育て方、はい、ラミレス監督のなんか育成法、はい、うん、ガチで気合い入れて、はい、やっぱそのスターに育てるために組織ってだってやってくると思うんですよね、うん、だからそういうコーチもね、メジャーの名手を呼んできてると思うんで、はい、そこはまあ今年どうなるかはじゃないですけど、はい、うん、ちょっと本当どういう感じで、だから2軍の DNA が気になる、あ、もしくは2軍だったらね、キャンプ1軍2軍もでも決まってますよね。決まってます、どっちスタートだったんだろう、はい、イースタンの試合が始まったら、はい、毎日スタメンなのかとか、うん、っていうのが気になるんですね。どういう風に育てていくのかなっていう、はい、だからこのシーズン そのもうレギュラー争いの起用法というよりは育て方が気になる、うん、そうそうそう、だからひょっとしたらオリンピック明けぐらいに一軍来てる可能性もあるし、はい、うん、そうですね、結果によっては、はい、それは気になるですね、うん、ドラフト1位っていろいろ育てるのはやっぱりプレッシャーとかあるんでしょうね。潰しちゃいけないとか、いや、これね、うん、最近思うのはね、はい、昔は有力選手とか若いやつとかが怪我した時に、はい、うん、お前自主トレの練習足りひんねやとか、はい、キャンプが少ないからやとか、うん、痛い痛い言うなとか、はい、個人の責任にして問題になってたんですけど、はい、最近はチームが悪い、コーチが悪い、監督が悪いとかって言って、うん、なんかその組織の批判するでしょ、はい、あれが怖いっすよね。時代が変わったらそこまで変わるかっていう、だから昔は選手、うん、個人の問題だったのに、はい、今は組織が悪いみたいな、うんうんうん、いや俺はもう何年経っても個人が悪いと思うけど、まあ、ドラフト1位とかで全然出てこなかったらその球団が潰したみたいなとか言ったりもしますからね、うん、昔だったらその本人が努力、あいつ遊びすぎてるとか努力とか、うん、女に走った、なんかギャンブルに走ったとかって言われてたのに、はい、もう最近は球団が、はい、いやいやもう今も昔も本人が悪いまあ何が何でもこうあれですもんね、個人の実力で出てくるっていうのがありますもんね。潰されるってことってあるんですかね。結局最後はもう、まあ、あるかも、全否定はしないですけど、うん、まあ、本人の力がやっぱ 70% ぐらいは大事ですよね、やっぱり、うん、7、8割は、はい、でも新人で思い出したんですけど、はい、中日の石川君がやばいらしいんですよ。ああ、そうなんですか。今ガンガン参考してるらしくて、そうなってきてもね、内野陣の層が厚くなるから中日ね、はい、面白いな。だからこのセリーがこの石川森のね、はい、両高卒の野手がどういう風な育ってくるかは、うん、興味あるですね。え、自主トレで作業してるってことですか。そう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 。へえ。もう多分キャンプ地入りしてるんですよね。合同自主トレあるんで、ドラゴンズは。うんうんうん。だからそういったところで、はい、DNA は2軍も気になるね。おお。2軍も。まあ1軍だったら1軍の起用気になるんですけど、はい、そんな急にパンとはいかないと思うんで、うん、高卒なんで、はい、そこら辺は注目して見ていきたいですね。うん、DNA のドラフトすごい絶賛してましたもんね。そうなんですよ。やっぱりね、糸が汲み取れるんですよ。去年小園行って今年森で、やっぱショートをどうにかしたいんですよ。はい、どうにかしたいのを取れました、どうするんやっていうのが気になるですね。はい、じゃあこれセリーグ編です。はい、はい、今6人ね出しましたけど、はい、皆さんじゃあそれを踏まえてキャンプなど見ていただければし、自分のね注目ポイントを見ながら見に行くとまたキャンプも面白いかもわかんないですね。はい、